同性のカップ付き鎖と鎖とイは、日本家屋の軒先に吊るして利用する砂上の雨どい。日本で広く使用されているが、主に装飾を目的とし、雨水が下向きに排水口、または貯蔵容器に運ばれることで、水形物を作るために設けられる。また、寺院でもよく見かける。屋根に降った雨水は、トイに伝わせて下方へ落とし排出するが、トイの流れ先に亀を用意してあったり、 設けられた水亀に竜が掘られていたり、雨水を落とすために考えられた形状でありながら、デザイン性に優れたものも多い。また、その流れは、流体力学の研究にも活用されている。鎖取は通常、それぞれそこに穴が開いた金属カップを砂上に連ねた形か、または垂直に鎖をつなげ下げる、形のいずれかを取る。イギリスネールシーのブルータリズム様式の図書館の、 鎖とい鎖といは西洋でも使用されている。北欧特有の建築では同様の方法で単純な棒を雨水ガイドとして使用することがよくある。また、コンクリートやポートランド石で作られたファサードに金属の鎖を並べたようにモダニズム建築の時代にも使用されてきた。二千十五年五月に竣工した。 コープ共済プラザビルは、鎖戸井を利用した壁面緑化が評価され、第15回屋上、壁面特殊緑化技術コンクールで、壁面特殊緑化部門国土交通大臣賞を受賞している。ありがとうございます。